これは驚いた。虫一匹殺せない面をしてこれだけの力を見せたか。なるほど、霊鏡がそなたに力を貸しているというのか。しかしその霊鏡の本当の力を引き出すには準備も時間も足りないな。そのどちらもわらわは与えはせぬ。これだから家具は怖い。予期せずしてタンスの角にぶつける足の小指のような気持ちよ。これだから家具は怖い。家具が、家具、家具！私は家具じゃない。そしてあなたを今はとても哀れに思う。何？ほう、千年の魔女に百年も至らぬ家具が今何と言ったか。あなたはとても哀れな人。愛し合う二人に未練がないわけがない。でもあなたの期待するような未練はかけらほどもない。語るか。家具の分際でジョージと結ばれたくてわらわの靴を舐めた日々を忘れてわらわにそれを語るか。愛に生き霊年を這うが人間。それを嘲笑い見下しているつもりで、あなたはそれにはるかに劣る。私は今こそあなたを哀れに思う。愛し合う二人にとって添い遂げることにどれほどの意味が。意味はある、きっとある。でもそれはあなたの言うこととは全然違う。もっと神聖にして、あなたごとき邪悪が口にする資格もないほどの神聖な意味がある。だから私にはすでに何の未練もない。ジョージさんと愛を誓い合った。その証として指輪を受け取った。それで永遠の誓いは完了した。あなたがどんな邪悪な魔法や悪意で私たちを災難だとしても永遠は汚さない。綺麗事を詩人のように語るな。愛は情欲なんだよ。少女漫画見たく綺麗事ばっかりで語れねえんだよ。男どもはお前の匂いに惹かれて群がるウジバエどもなんだよ。そんなこともその年でまだ理解できねえのかよ。お前は失望するぜ。その後ろのメガネ男のどす黒い欲望を一度でも覗いちまったら、がっかり愕然唖然呆然、全然ダメだぜ、ショーノン。ああもういいや、語るな家具が。この家具、家具、家具、何様のつもりだよ語りやがって。愛なんて結局はどきたねえお物をどう綺麗に見せようかって欺瞞なんだよ。そいつに気づいて人は大人になるんだろう。死ねよクズ。家具、家具スクラップ、お前を汚らわしいウジ虫に変えてやるよ。それでもそのメガネがお前を愛するか試してやるよ。そいつの愛のどぎたねえ現実ってやつを教えてやるよ。死ねえよガラクタが。てめえが愛を語るんじゃねえ。だよそれは、抵抗してるつもりかよ。安っぽいんだよ、薄っぺらいんだよ。お前の綺麗事と同じなんだよ、見せかけだけの薄っぺら。見たくないものをベールで覆って隠してるだけなんだよ。まだわかんないのかよ。だから家具なんだよ、家具。ほーらほ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 ら、削られてるぜ。カリカリコリコリ、ガリガリゴリゴリ、なんて薄くて情けないんだよ。
お前のその薄っぺらな抵抗に比べたらパルミジャーノレッジアーノの方がまだ削るのに苦労がいるぜ。私には無理でした。うん、ありがとう。君は僕のために戦ってくれた。それだけで嬉しいよ。してるって聞かせてください。あ、さよ。僕は君。